田中圭さんといえば数多くの作品で知られるイケメン俳優ですが、特におっさんずラブでの大ブレイクは記憶に新しいところです。大注目ドラマ、あなたの番です。主演にも抜擢され、飛ぶ鳥を落とす勢いですね。そのイケメン俳優、田中圭さんの嫁、桜さんも美人と評判ですが、その馴れ初め、結婚理由は？また子供の名前や学校、年齢は？田中圭さんの年齢、身長、高校、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。田中圭さんのプロフィール、名前、田中圭、本名、同じ、出身地、東京都、生年月日、1984年7月10日。年齢、34歳、執筆時、身長、178センチメートル、体重、58キログラム。血液型、O 型、学歴、渋谷教育学園幕張中学校、高等学校卒業。職業、俳優、所属事務所、トライストーンエンタテイメント。田中圭さんの経歴、生い立ち。田中圭さんは1984年東京都生まれ。一人っ子で、両親は幼い頃に離婚し、母親とバーの下で育ちます。田中圭というのは本名で、圭という名前は、名字の田中に合わせて左右対称になる文字を当て、裏表のない子に育つように、という母親の願いが込められているのだとか。なお、その田中圭さんの母親は2018年1月に病気で亡くなっています。子供の頃から運動神経が抜群だった田中圭さんは、小学生の時にはクラブに所属して全国大会にも出場しており、将来の夢はバスケットボール選手だったのだそうです。田中圭さんは勉強の方も子供の頃から非常に優秀で、小学生の時に進学塾に通い、優れた成績を収め、中学は千葉の渋谷教育学園幕張中学校に進学。同校は偏差値78の超難関校で、東京大学をはじめ、2019年度は72名、毎年多くの有名大学に多数の合格者を輩出する全国的な名門校として知られています。中学入学後もバスケットボールは続け、田中圭さんの代には部和市大会で優勝するほどの強豪でした。しかし中学3年生の時に靭帯を損傷し、夢を断念。幼い頃からの夢だったバスケットボールから離れることになり、一時期は荒れていたそうですが、そんな姿を見た母親から勧められて、21世紀ムービースターオーディションに応募。最終選考まで進むも入賞は果たせませんでしたが、これをきっかけに現在の事務所、トライストーンエンタテイメントにスカウトされ、芸能界入りを果たします。田中圭さんのデビュー、おっさんずラブでブレイク。2000年の任天堂、マリオパーティさんの CM でデビュー。2003年のドラマ、ウォーターボーイズでの安田隆役で注目を集めます。隣は主演の山田孝之さん。2006年のバラエティ番組、トリビアの泉の確認 VTR に出演し、謎の微笑みの青年として話題に。2008年の映画、凍える鏡で映画初主演。2009年の連続ドラマ、子育てプレイ、単発ドラマ、ホームレス中学生に、でドラマ初主演を果たします。以後も、ノーコンキッド、主演、軍師官兵衛、西田三成役、図書館戦争、小牧幹久役など、数多くの注目作、人気作に出演。とりわけ話題になったのは2018年のドラマ、おっさんずラブの主人公、春田総一役でした。吉田鋼太郎さんについて、吉田鋼太郎さん演じる黒沢武蔵、林遣都さん演じる牧亮太との同性間の恋愛模様を描いたこの作品は SNS を中心に大きな反響を呼び、台湾、香港、韓国などでの海外配信においても同クールの日本ドラマ視聴者数1位を獲得するなど社会現象に。同作品でザ・テレビジョンドラマアカデミー賞で最優秀作品賞、主演男優賞、助演男優賞、脚本賞、監督賞、ザ・テレビジョン賞の6冠を制覇。田中圭さん個人も、ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞、
東京ドラマーアウォードの主演男優賞、19年目にして初の主演男優賞、エランドール賞新人賞を受賞しています。また、映画賞以外にも、日経トレンディ2018の今年の顔、スーツオブザイヤー2018、GQ メンオブザイヤー、など、多くの賞を受賞。2018年は田中圭さんの大ブレイクの年となりました。2019年以降もその勢いは衰えず、同年4月から9月までの半年にわたって放映予定のドラマ、あなたの番です、主演。原田知世さんについて、同年8月公開の映画、劇場版オッサンズラブ、仮、主演など、現在最も注目される俳優の一人として、第一線で活躍を続けています。次ページ、田中圭さんの嫁、桜さんは美人。馴れ初め、結婚理由は、子供は娘二人、名前、学校、年齢、写真画像は。田中圭さんの嫁、桜さん。馴れ初めは、田中圭さんは2011年8月31日に元女優の桜さんと結婚しています。桜さんのプロフィール、名前、桜、本名、田中博美、旧姓杉安。出身地、愛知県。生年月日、1983年8月31日。年齢、35歳、執筆時。身長、160センチメートル。血液型、A 型。学歴、愛知県立厚田高等学校卒業。職業、元女優。桜さんは1983年8月31日生まれで、田中圭さんの1歳年上です。入籍日は桜さんの誕生日だったのですね。桜さんは地元、名古屋で本名、旧姓の杉安博美名義でモデルタレントとして活動後、2003年に上京。バラエティ番組、恋するハニカミ、アシスタントを足がかりに、バラエティ番組、CM ドラマ、映画に進出。二人の馴れ初めは2010年1月期のドラマ、まっすぐな男で共演したことから、結婚後は芸能活動から遠ざかることになります。2012年2月に第一子となる女児を、2016年に第二子となる次女を出産。2016年12月31日には所属していた検温グループを離れ、オフィシャルサイトも閉鎖。おそらく完全に芸能活動から離れ、家事、育児に専念することにしたのでしょうね。田中圭さんと桜さんの結婚理由は？田中圭さんの結婚理由についてですが、レギュラー出演しているぐるナイ。2018年11月1日放送分で明かしています。田中圭さんと桜さんは2011年8月31日に入籍しましたが、当時桜さんはすでに妊娠5ヶ月だったのだそうです。それについて、田中圭さんは、授かり婚だった、と率直に告白しています。そして、当時を振り返り、いろんな選択肢があった、としながらも、仕事もまだまだしていきたいし、人気も欲しいし、もっとモテたいし、もっと遊びたい。やりたいことがいっぱいありすぎて選べなかったから、自分が今失って一番嫌なものって何だろう、って思った時に、それが嫁だった。と、結婚を決めた理由を語っていました。スタジオの共演者たちからは、かっこいい、と声が上がり、ネット上でも話題となり、正直な人だな、素敵、感動で泣いた、といった反応が多く上がりました。一方、歴婚でいろんな選択肢、なんかないから、嫁が一番じゃなかったら結婚しなかったのかよ、といった批判的な意見もあったみたいですね。次ページ、田中圭さんが浮気。真相は、子供は娘二人。名前、学校、年齢、写真画像は、田中圭さんが浮気。いわゆる、授かり婚で結婚を決めた田中圭さんでしたが、結婚後は愛妻家として知られ、仕事の後は自宅に直行し、必ず家族と一緒に食事をとるなど、家庭を大事にしてきたと言います。ところが、結婚5年目の2015年に写真誌でグラビアアイドルとの浮気を報じられ、そのイメージが崩れ、離婚危機が噂されるようになりました。
しかし、離婚には至らず、2016年には次女が誕生していますので、この浮気報道で家庭が崩壊するということはなかったみたいですね。これにとどまらず、2018年11月には女性誌で女優の内田理央さんとの密会が報じられます。またか、と思いきや、これについては内田理央さんが後日、ちょっと変に書かれていますけど、本当にただのご近所会。仲間であり良い先輩で座長です。と釈明しています。内田理央さんと田中圭さんは、おっさんずラブで共演するなど、仕事での関係が深く、単なる仕事仲間の食事会に過ぎなかったみたいですね。おっさんずラブより、とはいえ、内田理央さんと会う前は都内の雀荘で賭け麻雀に興じていたそうで、既婚者ながらかなり遊び人風な行動ではあります。他にも、ドラマ、獣になれない私たちで共演した新垣結衣さんとの不倫情報のような、真偽不明の噂もあったりするみたいですね。これはさすがにデマだと思いますが、結婚を決めた時の発言といい、夜遊び報道といい、田中圭さんは良くも悪くも正直に生きている人なんだろうな、という印象です。田中圭さんの子供は二人、名前、学校、年齢、写真画像は、田中圭さんと桜さんの間には、二人の娘さんがいます。長女、2012年2月6日生、次女、2016年8月3日生、名前は非公表のようですね。まだ幼い女の子なので、やむを得ないのかもしれません。写真画像についても非公表のようです。桜さんの友達のシェイラさんのブログに、桜さんと共に娘さんの写真画像がアップされていたりしますが、さすがに顔出しは NG のようです。長女は2018年4月に小学校に入学しています。学校についても非公表のようですが、これについては、同じ小学校には瑛太、木村カエラ夫妻の子供や、谷原章介の子供も通っていて、学校行事の際には芸能人父兄が集結することも多いと言います。田中圭、完全ブレイクも、娘の学校行事、では誰にも気づかれない、無オーラ、地味生活継続中。とのことですので、ここからある程度の検討をつけることができそうです。谷原章介さんについて。瑛太さんと木村カエラさんについて。まず、谷原章介さんの子供は世田谷区の区立小学校に通っており、またその自宅は世田谷区深沢にあることが知られています。また、田中圭さんは2016年11月未明の飲酒した帰りに、世田谷区深沢の区道でトラックと接触事故を起こしており、一旦帰宅した後に病院に搬送されています。ですので、田中圭さんの自宅も深沢近辺である可能性は高そうです。これらのことから、田中圭さんの子供の小学校としては、東深沢小学校深沢1、2、4丁目全域、3.5 丁目一部。轟小学校深沢 3.5 丁目一部。深沢小学校深沢6丁目全域。桜町小学校深沢7、8丁目全域。番地は通学区域。あたりが候補に上がりそうです。芸能人といえば子供を青山や和光などの名門私立に通わせるイメージがありますが、最近は辻のぞみ、杉浦太陽夫妻や庄司智春、藤本美貴夫妻、中田敦彦、福田萌夫妻など、子供を公立に通わせる人も増えているみたいですね。以上、田中圭さんについてでした。